ですね。安定してます。さすがに DJI です。動きよっとか全然目が悪いけど、距離が操縦ジェットですか。まあ2キロぐらいですかね。カメラで見て、いや今日はあのカメラつけてないです。家に置いてる。見ながらやったらこういう感じ。例えばあぜや田んぼのあぜやとか、あ、消毒かなんかの、そうそう、ゴルフ場のほら樹木の芝生の消毒ってやつね。そういう仕事いろいろあるんですよね。テレビでもありがとうございます。山の中でもですね、テレビ食べるちょっとでしょ。ちょっとずっと先までやってみようか。もうちょっと高くいくか。もう消毒なんかヘリコプターの早く帰ったでしょ。ヘリコプター時代じゃなかですよね。ドローンでヘリの時代は終わってるですね。たまに一番手に取りやるわっていうのはヘリが高すぎるんですね。値段が、すごい。今どのくらいかな距離。いや、わからないです。結構いっとですよ。あ、距離制限300m。目で 見える。いや、僕は 300m に設定しとっ て, とって、もう行かないように。高さを 30m に。今ので 300m、ね、距離なんかもこれは測るというかね。こんな状態です。吉野さん、手ぶらです。落としてください。手ぶらです。ずっとこのままでおるわけです。手ぶら。プロペラを運用して、もう少しとかな、いらんやつね。早く値段が切ったことです。上下プロの1300万の、こういうことできるんですか。高く上限使ってそうできるんですか。いや、そんなにこうしてるから、こういうことができるんですか。あ、こういうことができるんですか。あ、戻ってきてるんですか。油、油はどれくらいなんですか。油は1つぐらいになってるんですか。あ、次、油いらんすか。次、動くんですか。だからドローンの時代になってたもんね。戦争なんかにもドローンなんかがあるけど、雪が強いわな。あれ何もな、そうですね。エンジンじゃなかったんですね。あ、エンジンだとあるんですよね。いいですね。もっと。
八の字飛行です。これは免許の特徴ですか？いや、免許はいらないです。これから免許の方がいいかもしれないですね。大きい県ですね。とりあえず教会ができてなどあ、教会いっぱいあるんです。うん、ただこの天気を今度はこの辺りの時代になってただ今のその教会を作ってる連中というのがですね金儲けの講習とかそういうのでしょうけどね、うん、金全て金儲けのための教会で、うん、逆にみんな甘くなりますから素人が飛ばしてもいいしね危なかですもんね自分が持たんものがこっちもあってそうだはいこっちもあるで、コードが張ってくるのと、あやん、あらした方に、手が増えなさい。これが30メーターです。30メーターに、手動を作る。これが30メーターで、そこの方向が今あった方がいいのか。これは、録音プロじゃなくて前後ろそのあとはもう決まっとってるんですか。そうですね、回転とかもうその全身が全身の方向しかいか、そうそうあれですか。はい、僕が変えてたんです。
成功久しぶり。いいです。